バナナ TV。 ビビってます。こんなのある？こんなに気持ちがいいんだろう。バナナ TV。 シャワーシーンスタも女子受けを狙ってくる。はい、リアルだと30分ぐらい出ないと、日本に帰らなきゃいけないんですよ。明日結婚式があるみたいで、スピーチしたりとかしなきゃいけないらしく、標準本だけないんで、早速もうシャワーを結婚式で帰るんですか？もう行かなきゃいけないですか？長いのでしょ？そうです。リアルの放送作家、はい、作家さんの、まあでもしょうがないか、ね、じゃあシャワー、シャワー行きましょう。行こうか、シャワー浴びたかったでしょ。ね、こんな途中で、はい、宮崎さん合わせみたいな顔してるシノーケリングができなかったっていう。そういうことね。そうなんですよ。宮崎さん戻ってもらって、すみません、全然宮崎さん逆にすみません。そうですね、まだ嫌いでさすが兄弟。今回女子受け側なんで、それはちょっと意識していて、あ、今回女子受け側後ろに入れ込んで。シャワーシーンスタも女子受けを狙ってくる。はい、はい、分かりました。はい、行きましょう。行きましょう。もう余裕なんですけど。じゃあ、なるべく見せないようにしよう。じゃあ。はい、鏡で、ま、鏡に丸写りなんですよ。シーンスタで。はい、そう。
このシャンパンもやおいしい。バラディーデーブスですからね。こんな前ドンペリでやったでしょ。今回は普通のシャンパンですけど。だよね。前ドンペリで。そうだよね。違いますかドンペリとは。ドンペリいやいやこっちはこっちでやっぱりここと飲むシャンパンはやっぱ格別だよ。美味しい。美味しい。ちょっと目開かないから流してもらう。熱い。熱い。